9月14日、安芸区民文化センターで和太鼓の演奏会が行われました。それぞれの地域で活躍する和太鼓グループ3団体の演奏と、太鼓本舗かぶら屋がゲスト演奏する2部構成で行われました。クラシックコンサートを定期開催している安芸区民文化センターが、新たなジャンルの演奏を地域に根付かせたいと企画したコンサート。たくさんの来場者が和太鼓の力強い音に魅了されました。海田町を中心に活動する海田鼓童子の中から中学生、高校生が中心で結成されている和太鼓・輪歌チームが参加しました。本来の和太鼓にとらわれない新しいパフォーマンスを披露し会場を沸かせました。海田鼓童子というすごい団体を知ってもらいたいと一生懸命みんなで頑張っています。はい、それ伝えられましたか？伝えられたと思います。また2部にゲストとして登場した太鼓本舗かぶら屋は、息の合った太鼓の音と踊りを組み合わせた演出で挑み、会場から惜しみない拍手が送られていました。素晴らしすぎて言葉がありません。また今度も来たいです。この演奏会を足がかりにして地域に和太鼓文化を根付かせる第一歩となったようです。